ナナプレチャンネル、ナナプレ社長とチンがお送りします。今回ご紹介させていただく商品は、セイコーレディースブランドルキアの SSQV058 の商品です。はい、ルキアは綾瀬はるかさんがイメージキャラクターをしていくブランドです。前向きに自分らしく生きていく女性たちを輝かせる時計です。高機能とスマートなデザインを合わせ持ち、たくさんの女性から支持されています。早速なんですけれども、チームにつけてもらいましょうか。はい、どう？すごい綺麗なゴールドですね。こちらの時計なんですけども、レディーゴールドというカラー、はい、知ってる？はい、テコさんが今回、初めて作った、カラーで、レディーゴールドということで、非常にこうヴィンテージを思わせるカラーなんですけども、はい、あとマットな感じのカラーなんですね。はい、はい、肌立ちにもよくて綺麗ですね。うん、ちょっと新しいゴールドって感じなんです、はい、今までのピンクゴールドとかゴールドは違った魅力的なあのゴールドカラーだと思います。はい、文字盤もすごい綺麗。ダイヤついてるの分かる？あ、はい、ここにこれ、何て呼ぶかしら。何て呼ぶか、うん、幸せのダイヤ。うん、これなんでこの7時の位置に7これだから。ラッキーセブンだから。あの実際の話、ほとんど言いますと、はい、あの指示のうちにダイヤがあるっていうことは、こう身につけたときに、はい、一番こう近くでダイヤが見えるよね。はい、うん、ということで、あのダイヤが7のうちになって、はい、これが、幸せのダイヤモンドというふうに思わせてもらってます。はい、うん、みんな女の子、ダイヤモンドつけますね。ダイヤモンドはね、一番輝く存在っていうことなんですけども、お守りのようなイメージもありますので、そういったイメージで女性からすると、ラッキーアイテムみたいな感じになって、はい、なんかすごくいいと思います。はい、高級感があって、すごいですね。あと、このブレスなんだけども、はい、これが非常にこう立体感のあるブレスで、はい、アクセサリーみたいな感覚でも作れるんだね。確かに、その室内でもすでに綺麗なんですけど、屋外だと絶対もっとポロッとキラキラして綺麗だと思います。そう、ジュエリーのような感覚で作られたドレスなので、女性からは興奮です。そうですね。はい、さっき言ったレディーゴールドのやっぱり嫌味の全くない綺麗な色なので、すごいですね。今回はこのレディーゴールドという方をサラダ生徒さんが新しく出したんですけども、もう今雑誌とかそういうのにレディーゴールド、レディーゴールド、レディーゴールドファッションみたいな感じで、今期間違いなくレディーゴールドっていうのは流行ると思います。あと、あのデザインはもちろんなんですけども、機能面ももちろん充実しております。電波ソーラーなので、日付、時刻調整いらずです。またワールドタイム機能もついているので、海外でも問題なくご利用できます。サイズは縦が 35mm、横が 28mm と厚さが 8mm ですね。で、重さが 31g、はい、チタン製なんで非常に軽いです。うん、軽いです。まあ、チン、じゃあ、はい、どんな方がつけるのがいいと思う？そうですね、私もつけてみて、やっぱり華やかで可愛らしい感じがするなと思ったんで、ピンクゴールドとかを卒業した方とか、ピンクゴールドを卒業、そうですね、なんかもっと大人っぽいのを目指してる方とかはすごいいいんじゃないかなと思いました。ちょっとゴールドの中でもちょっとワンランク上なゴールド、そうですね、そんな感じが、はい、します。やっぱりそのゴールドってイメージっていうとすごいギラギラした感じがすると思うんですけど、つけてみてやっぱりその落ち着いた雰囲気のゴールドなので、やっぱ肌とこう馴染むような感じのゴールドだよね。すごい、はい、馴染めますね。なんでそのビジネスシーンもなんですけど、うん、フォーマルな時とか、うん、オフの時も全部の時に使えるんだなというふうに思います。同じエディゴールドシリーズのこちらもおすすめです。 SSVW148 と少し小ぶりのステンレススチールタイプのモデルです。 SSQV058 の文字盤よりも少しクールな印象があって、こっちも素敵なのでぜひおすすめです。はい、セイコールキアデリーゴールド SSQV058、 年間小売価格78,000円なんですけども、ただいまナナプレでは67,300円で販売しております。ぜひナナプレでお買い求めください。ありがとうございました。ありがとうございました。